アンセル・ファバリス・ヒシクイは、長江化モモクもモカマんぞに分類される鳥類。夏季に、ユーラシア大陸北部で繁殖し、冬季になると、ヨーロッパや中央アジア、朝鮮半島、郊外や長江流域へ南下し越冬する。全長78から100センチメートル。翼海長142から175センチメートル。頸部は長い。上面の羽衣は、 羽毛の外縁が単色の暗褐色、対下面の羽衣は白い。おばき部を覆う羽毛は白い。尾葉は黒く、外側おはや先端が白い。くちばしの色彩は黒く、先端にオレンジ色やピンク色の帯模様が入る。幼鳥は、うふくの羽縁が白い。亜種小桜橋岩を独立種とする説もある。一方で、 口しの半紋や講子の色彩がピンク色の個体が桜橋岩永ネグレクトスとして記載されたこともあるがアッシュロシアヒシクイの多形の一つとされシノニムとされる。湖障、池、湿原、河川、水田、海岸などに生息する。夜間は大きな水場の中央に集まり休む。植生は植物食で草、茎、根、果実、種子などを食べる。 和名は、皮脂の果実を食べることが由来。種小名ファバリスは、豆のの意で、豆を食べることが由来で英名と同義。繁殖形態は卵性。生。イガやツンドラで繁殖する。4から5個の卵を産む。放卵期間は25から29日で、ツンドラで繁殖する個体の方が短い傾向がある。開発による生息地や、それに伴う食物の減少。 乱獲などにより生息数は減少している。日本では1971年に国の天然記念物に指定されている。福島方や霞ヶ浦では越冬地を守るために水田の保全が行われており、ここで収穫された米は必食い米として販売され、収益が保全事業へと還元されている。福島方や霞ヶ浦南側の稲葉干拓地は、 越冬に飛来する大菱イなどを対象としたバードウォッチングで訪れる人も多い。この内霞ヶ浦地区では、軽飛行機などの音に驚いた場合は、約3 0トル離れた鹿島灘会場に一時避難することが観察されている。また、周辺の水田では、収穫時期が遅い飼料米の作付けが増え、稲刈り後に生えて、クイの餌となる二番穂が減ることによる餌不足の、 問題が指摘されている。ありがとうございます。